スパイロ・ザ・ドラゴンはコンピュータゲームのシリーズ及びその主人公のドラゴンの名称である。ジャンルはアクションゲーム。日本では1999年に第1作目がプレイステーション用ゲームソフトとしてソニーコンピュータエンタテインメントから発売された。2008年以降はアクティビジョン・ブリザードが権利を保有している。本作はクラッシュ・バンディクルと同じく。 ユニバーサルインタラクティブスタジオ制作のゲームである。プレイステーションでの三部作は、インソムニアックゲームズが開発し、サーニーゲームズのマーク・サーニーがプロデュース、およびゲームデザインを手掛けた。プレイステーション版の音楽は、スチュワート・コー・プランドが担当している。ただし、ゲームボーイ・アドバンス版以降は、クラッシュと同様に、スとの共同制作ではなくなったことに伴い、 開発元がインソムニアックゲームズから別の開発会社へ変更された。後にインソムニアックゲームズはすと共にラチェットクランクシリーズやレジスタンス人類没落の日などを手掛ける。アメリカではクラッシュバンディクルと並ぶ有名シリーズであったが日本国内ではクラッシュシリーズとは打って変わって販売本数が伸び悩み続編の発売予定も 立ち消えとなってしまっていたが、2013年には9年ぶりとなるシリーズ最新作、スカイランダーズスパイロの大冒険が発売された。スカイランダーズ以降は、シュレックのキャラクターデザイナーであるトム・ヘスターが、音楽はパイレーツ・オブ・カリビアンのハンス・ジマーとローン・バルフが、ストーリーはトイ・ストーリーのアレック・ソコローとジョエル・コーエンが担当している。この スカイランダーズスパイロの大冒険ではスッキリや目覚ましテレビや人生が変わる1分間の深夜話での紹介また体験イベントを行ったりと広報活動をかつてのプレイステーション向けに発売していた頃のように多く行っている販売後は一時トイザラスのオンラインストアで品切れになるほどである 3DCG で構成されたフィールドマップを自由に動き回る スーパーマリオ64などでおなじみとなったタイプの 3D アクションゲーム。主人公の小さなドラゴンスパイロがマップ上を移動し、炎を吹く、ジャンプした後に翼を広げて滑空、ダッシュ体当たりなどのアクションを使いマップを進んでいく。操作は非常にシンプルだが奥が深いゲーム性となっている。ゲームボーイアドバンス版ではポリゴンではなくスパイロアドバンスは クォータービューのドット絵を使用した疑似 3D アクションワクワク友達大作戦は横スクロール型 2D アクションとなっている。以下は日本国内で発売されたものを記す。メーカーは日本での発売元。日本国内で発売されていないものについては日本国外での主なシリーズ作品を参照。スパイロ・ザ・ドラゴンは1999年4月1日に プレイステーション用ソフトとしてソニーコンピュータエンタテインメントから発売された。アメリカで1998年9月10日に発売された同盟ソフトスパイロ・ザ・ドラゴンの日本動からイズ版である。2008年3月12日よりゲームアーカイブスにて PS3 と PSP 向けに配信が開始された。PS3 用振動コントローラ、ー、デュアルショック3にも対応しているが、 ロケットステーションには対応していない。舞台はドラゴンたちが暮らす平和な世界。ある日、ドラゴン族に恨みを持つナスティ、ノークというならず者が魔法で、ドラゴンたちをクリスタルに変えてしまった。小さなドラゴン、スパイロはナスティを倒して、平和を取り戻すために旅に出る。ほのほのとした幻想的な世界観で操作も簡単。ほぼ全編フルボイスで、テクスチャの質感も、 初代 PS 用ソフトとしては綺麗な部類に入る。また、一つのステージ内では全くと言っていいほど読み込みがなく、この面ではプレイヤーにストレスを感じさせない作りとなっている。しかしカメラの移動システムに少々難があり、視点の切り替えが一瞬でできなかったり、途中でカメラが壁に引っかかってしまったりなどの問題点もあった。日本版では 3D 追い対策で、 オリジナルの北米版からカメラの動きが変更されていることもこの難点の一因である。スパイロはドラゴンの世界にある6つのワールドを冒険する。道中、クリスタルにされたドラゴンを助けたり、マップ上に散らばるダイヤなどを集めたり、盗賊に盗まれたドラゴン族の卵を取り返したり、しながら冒険を進めていく。ホームとステージそれぞれのワールドは最終ステージを除いて、 ガーデンという名前がついており、箱庭のような形態となっている。ガーデンは基本となるホームと、そこから行くことができるいくつかのステージで構成される。ホーム内にはゲートと呼ばれる門がいくつかあり、それぞれ別々のステージにつながっている。ただし条件を満たさなければ行くことができないステージも存在する。各ステージには敵やダイヤなどが点在している。 ステージのどこかにあるホームへのゴールに入るか、ポーズメニューからホームに戻るを選ぶことで、いつでもホームへと帰還できる。また、ステージには何度でも出入りすることができる。それぞれのガーデンには、ボスキャラクターの出現するステージもあり、一定条件を満たすと扉が開いて、挑戦できるようになっているが、ボスステージのクリアは必須ではない。 それぞれのホームのどこかには気球乗りが一人ずついて、彼らに頼めば別のワールドへ移動することができる。しかし、気球に乗せてもらうためには、ドラゴンを指定引数助ける、ダイヤを一定数以上集めるなどの約束を果たさなければならない。条件さえ満たせば、ガーデン内の各ステージのクリアは必須ではなく、どんどん先のワールドに行くことも可能。また、 一度行ったガーデンへ再び戻ることもできる。ただし最終ワールド、ナスティワールドのみ例外で各ステージを順番にクリアしなければ扉が開かないようになっている。また、各ガーデンには各ステージとしてボーナスステージ行きのゲートが存在する。これは通常のステージと異なり制限時間内にリングをくぐったり障害物を壊したりするミニゲームとなっている。 操作が少し異なり、スパイロが最初からグライド状態で、さらに方向キーでコード調整も可能となっている。標的は常に4種類8個で、1種類の標的をすべて壊すかくぐり抜けるとその時点でダイヤがもらえ、制限時間内に全種類の標的をクリアすると、コンプリートクリアとなる。途中で水や谷底に落ちてしまうと失敗となるが、 この場合はミスしても残機は減らず何度でも再挑戦が可能。クリスタルドラゴン各ステージには魔法でクリスタルにされてしまったクリスタルドラゴンが何匹か存在している。彼らに近づくことで魔法が解け、助けることが可能。ドラゴンを助けるとアドバイスなどがもらえ、その後はドラゴンがいた後の足場に妖精が出現し、ゲームのセーブなどができるようになる。ただし、 セーブ後に中断した場合、次にデータをロードした時はセーブした場所では、なくそのステージのスタート地点から再開となる。また、上記のメモリーカードへのセーブとは別に、ドラゴンを助けた後の足場に乗るだけで、ステージの進み、具合が一時的に記録され、そのステージでスパイロがやられてしまった場合は最後に、乗った足場からゲームが再開される。この中間記録はステージを出入りしたり、 一度ゲームを中断すると解除される。アイテムステージ内にはダイヤが無数に散らばっており、これをすべて集めることがゲームの目的の一つでもある。各ステージには決められた数のダイヤが存在し、中には宝箱を壊すことや敵を倒すことで手に入るものもある。宝箱には鍵がかかっているものもあり、ステージ内のどこかにある鍵を手に入れることで開けることができる。また、 ダイヤは色によって価値が異なり、一つで5個分や10個分として扱われるダイヤもあるため、実際に集める数は表示される数値よりも少なくて済む。一度入手したダイヤはストックされ、元のステージに再び戻っても二度と復活しない。ただし敵はステージを出入りすることで復活するが、ダイヤをすでに手に入れた敵は再び倒してもダイヤは落とさず、代わりに小さな球場の命の玉。 稀に、バタフライ、1アップなどのアイテムを落とす。命の玉は20個集めることでスパイロの残機が1、増える。この他、一部のステージでは、素早いスピードで逃げ回る盗賊が出現し、倒すことで、ドラゴン族の卵を取り返すことができる。ステージ内で手に入れたダイヤや卵、助けたドラゴンの数などは、メニュー画面で、いつでも確認することが可能。スパークスと、 ダメージスパイロは相棒のスパークスと常に行動している。スパイロが水に落ちたり敵から攻撃されたりすると、代わりにスパークスがダメージを受ける。最初は光り輝いているスパークスだが、ダメージを受けるごとにだんだん輝きが失われていき、3ダメージ分の攻撃を受けるといなくなってしまう。スパークスがいない状態でダメージを受けるとミスとなり、スパイロの残機が1減る。また、 谷底などへ落下した場合は、スパークスの有無に関わらず、ミスとなる。ミスした場合はそのステージ内で最後に触れたドラゴンの足場、またはスタート地点からやり直しとなる。スパイロの残機がすべてなくなると、ゲームオーバーとなるが、その後コンティニューをすれば初期残機に戻って、ゲームを続きからプレイできるため、多少強引なプレイも可能。なおボーナスステージ内では、 例外的に何度ミスしても残機は減らない。ステージ中に敵とは別に存在する羊やカエルなどの小動物を倒すことでバタフライが出現し、これをスパークスが食べると体力を回復できる。また、スパークスがいない場合は小動物を倒すとバタフライの代わりにスパークスが出現する。この他、スパークスには付近にダイヤがあると飛んでいって、 自動で回収する能力がある。もちろんこの能力はスパークスがいない状態では働かない。スパイロのアクションスパイロは方向キーまたは左スティックでフィールドを自由に動き回ることができ、ボタンを押すと様々なアクションが行える。カッコ内はアルファベット表記。メッセージの日本語化やマップ名の変更などとともに一部のシステムが変更されている。当時、 日本人プレイヤーは 3D フィールドマップの探索に弱いと言われており、プレイヤーが道に迷ってしまうことが危惧されたため、日本版では新たに縦看板が導入された。赤い看板が道案内、青い看板が操作のテクニック、白い看板がゲームのヒントといったように色分けされており、要所要所に過剰なほど立てられているため非常に親切な作りとなっている。これにより、 大幅に探索がしやすくなった。また、アメリカ版では、スパイロが移動した際、それに合わせて、カメラも激しく動いていたため、日本でのテストプレイ時は、3D 酔いが多発した。そのため、日本人向けに、カメラがあまり激しく移動しないような形式に変更され、スパイロや敵の移動速度もアメリカ版より遅くなり、ノーマルダッシュ中のジャンプも廃止された。なお、 一度ゲームをクリアすれば、アメリカ版のパッシブモードと同等の視点、操作である、ディレクターズカットモードで遊ぶことができる。このモードでは、スパイロや敵の動作スピードがアメリカ版と同じ速度になり、ダッシュジャンプも可能になる。ただしメッセージや看板などは、日本版のままで、アメリカ版のアクティブモードにあたる視点は存在しない。ポケットステーション対応この他の追加要素として、 ポケットステージを使用してプレイした場合のみ、ボーナスステージを除く各ステージ内の特定ポイントにトンボの卵が一つずつ出現し、それを使って特訓、スパークスというミニゲームをプレイできるようになった。このミニゲームで自分のトンボを育てればゲーム本編でスパークスと入れ替えて連れていくことが可能となる。トンボたちはそれぞれ生まれた時点で初期能力に応じて、 カタカナ5文字の名前が付けられている。成長すれば5ダメージ分まで耐えられる、耐久力、ダイヤの位置をサーチする能力、付近の宝箱を壊せる能力など、通常よりも強力な能力を持ったトンボになる。これに合わせてか、日本版のスパークスはダメージによる体色の変化がなく、常に緑色で、光具合で、ヒットポイントを判断する形式となっている。2000年に、 プレイステーション用ソフトとしてスから発売、2008年にゲームアーカイブスで配信。異世界に召喚されたスパイロとスパークスが新たな冒険を繰り広げる。舞台設定は異なるものの、前作の路線はそのまま、新アクションなどが多数追加されている。スパイロアドバンスは2002年12月26日にゲームボーイアドバンス用ソフトとして好みから発売された。 アメリカで2001年10月29日に発売されたスパイロシーズン・オブ・アイスの日本動画ライズ版である。忘れられた世界の図書館の試グレンドールは、ある日、置き忘れられた魔法の本を見つける。その中には体をたくましく、頭を良くする呪文が記されていた。彼は早速その呪文を試してみたが、呪文を逆に唱えてしまったために、頭が二つになってしまい。 その上ひどい頭痛に悩まされることになってしまった。なんとかしようとして彼は、その解決策をついに見つけ出す。それは、妖精100人分の羽根から作られる、下毒剤。彼は下毒剤を作るため、妖精たちすべてを魔法で凍らせてしまった。妖精のパックルは、最後の力を振り絞って、スパイロたちに、この一大事を知らせる。スパイロと、 スパークスは妖精たちを救い出すためにフェアリーワールドへ旅立った。開発はデジタルエクリプス。ゲームボーイアドバンスに合わせてクォータービューの疑似 3D アクションとなっているが、基本的な操作などはシリーズをそのまま踏襲している。ストーリーやキャラクターなどの設定は、日本未発売のスパイロ、イヤー・オブ・ザ・ドラゴンによりも後の話となっているため、 日本のプレイヤーにとってはやや置いてけぼり感は否めない。日本版の移植は、コナミコンピュータエンタテインメントスタジオが言った。今までのシリーズと比べ、パッケージなどのキャラクターイメージのデザインが一新されている。キャラクターアレンジは、ゴエモン新世代襲名、などのキャラクターデザインを担当した、フリーイラストレーターのケイスケによるもの。 ただしゲーム中のグラフィックはそのままとなっている。ユニバーサルがコナミと提携を行った一環として発売されたが、コナミから発売されたスパイロは結局これ一作限りとなった。なお、欧米では続編のスパイロにシーズンオブフレームなども発売されている。早期購入特典でスパイロの特製ストラップを入手することができた。2004年にゲームボーイアドバンス用ソフトとして、 ビベンディ・ユニバーサル・ゲームズから発売。クラッシュ・バンディクー・アドバンスワクワク、友達大作戦。と連動したクロスオーバー作品。本作は、プレイヤーストックの概念がないがその代わりミスをすると、ダイヤ10個失う。スパイロ・ザ・ドラゴンは、メディア・ソケットが運営する、ヤフー携帯向けゲーム配信サイト、海外人気ゲームで2007年1月17日から、配信された。 3G 端末 OS アプリ。情報量は1ダウンロード262円。アメリカで2005年11月8日から配信された同名アプリの日本動画ライズ版。ナスティに氷漬けにされてしまったドラゴンたちを助け出す 2D アクションゲーム。ワープゲートを使って表の世界と裏の世界を行き来できる。日本国外では シリーズ作品が多数発売されており、日本語版としてローカライズされていない作品も多い。以下はアメリカ版でのタイトルを先に記載し、ヨーロッパ版でタイトルが異なるものは平記する。これらのゲームは、末置きゲーム機では、日本の本体では基本的に動作しないが、携帯ゲーム機ではリージョンフリーのため動作する。PS イコールプレイステーション。 PS2 イコールプレイステーション2、GC イコールニンテンドーゲームキューブ、XBOX イコール XBOX、GBA イコールゲームボーイアドバンス、DS イコールニンテンドー DS、w イコール Wii、XBOX360 イコール XBOX360、PS3 イコールプレイステーション 3, 3、3DS イコールニンテンドー3、DS インソムニアックゲームズが開発を担当した3部作。 発売元はシアアメリカでは2002年5月8日に、この3部作が、スパイロコレクターズエディションとして、セットになって、再発売された。また、北米版、プレイステーションストアの PS1 クラシックスにて、2007年10月29日より、初代スパイロザドラゴンが PS3 と PSP 向けに配信開始されている。これより先に2007年7月26日には、 スパイロ2の配信もあったが、不具合が発見されたためすぐに配信中止となったが、2012年12月12日より、スパイロ2の修正版が改めて配信し直された。その後、2009年5月7日より、スパイロ2の修正版が改めて配信し直され、翌週の2009年5月14日からは、スパイロ、イヤーオブザドラゴンも配信が開始された。 スパイロの半径ガスから離れたため、開発会社が変更されている。XBOX 版スパイロ、A h e r o ズ s t a は、日本国外における XBOX360 の初代 XBOX 互換機能に対応している。ザレジェンドオブスパイロは、新たな展開となる三部作。発売元は、アクティビジョンブリザードの子会社である、シエラエンターテインメント。 Xbox 版ザレジェ Legend of Spyro A New Beginning は日本国外における Xbox 360の初代 Xbox 互換機能に対応している。欧米などでは Xbox Live の Xbox オリジナルにて2008年6月16日より Xbox 版ザレジェ Legend of Spyro A New Beginning が Xbox 360向けに配信開始されている。 日本国内からのダウンロード及び購入はできない。キャスト性置きゲーム機向けにも発売されているザ・レジェンド・オブ・スパイロシリーズとスカイランダーズシリーズは割愛する。また、欧米では2005年にカップリング作品として GBA 版の2つのソフトを1本のロムカセットにまとめたものが発売された。このほか、欧米や韓国では携帯電話向けゲームも何作かがリリースされている。 2007年10月25日、スパイロ・ザ・ドラゴンが 3DCG アニメでハリウッド映画化されることが発表され、アメリカでは当初2010年4月10日にザ・レジェンド・オブ・スパイロ 3D というタイトルで公開予定とされていた。映画版エラゴンの制作も手掛けたジョン・デイビスらがプロデュースを務め、イライジャ・ウッドがスパイロの声を担当すると発表された。しかし制作は中止となり、 実際に公開されることはなかった。スパイロはいくつかの、クラッシュバンディクーシリーズにもゲスト出演している。クラッシュバンディクーレーシングには、スパイロ2の体験版を収録、クラッシュバンディクー5 a クラッシュとコルテックスの野望では、ラスボスとの戦いの直前に登場、ゲームボーイアドバンス版、クラッシュバンディクー爆走。ニトロカートでは隠しレーサーとして使用できる。ありがとうございます。